はい、お疲れ様です。新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年も一年よろしくお願いします。あら、ちょっと嫌で今日の企画っていうか、まあ、内容ですけど、まあ、はい、動画で首っていう感じじゃないのも、まあ、聞いとったと思うんだけど、はい、ちょっとさ、視聴者が勘違いしてるのも多いと思う。なんか入ってくるのは、なんか首にしたのに、はい、動画に出すのもぬるいし、どうのこうのって言っとんだけど、俺はそもそも、まあ、だってこいつきちっと話して、こいつを成長させたいから、自分でやってみろ、挑戦してみろっていう。で、土下座したわけだよね。そうですね。語弊があるかもしれないですね。語弊がある。そう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 。飲みの動画とかで、僕はクビになったでとかで冗談で言ってたら、真に受けてもらったんですよね。ちょっともうノリもあるもんで、クビっていうぐらいなんですけど、別に、はい、だこの関係は全く合ってません。はい、視聴者の皆さんが思っとるような、まあじゃあ、ギスギスした関係でもないだろうし、はい、対ミッチーと、この他の職人やな、龍神たちとの関係もギスギスしたもんじゃないと思うんですよ。そうですね、うん、全然。で、こういうのってさ、はい、まあ、あれバカなこと書く人、まあ、結構本当にコメント欄荒れて俺消しとんだけど、そういうの、はい、あんまりひどいのはね、はい、で、俺に対してもそう、お前に対してもそう、はい、ヘラヘラしとるとかうんぬんとか、まあ、わかる、言っとることはまあわかるんだけど、はい、だけど別に本当に怒られても悪いことしてクビなわけじゃない、こいつの酒癖が悪いのはまあ確かだし、そこを直さんとやっぱ次のステップに行けないよね。次のステップに行くためにはうちの会社におるよりも一遍独立した方がいいんじゃねえかって。でそれプラスお前だけじゃなくて、リュウジとショウ、イケメンだよね、全員にとってこれプラスだなと思ったわけよ。でこいつももちろん最初はえってミッチーおらんと困る、それはもちろん今やってる仕事がね、誰がやるのじゃん、だけどお前も次のステップがあるじゃんって、はい、いう世界だよね。まあ、そう、俺はみんなにとっていいことだと思うし、会社経営で今日明日1ヶ月2ヶ月3ヶ月1年大変かもしれないよね、はい、数字もあるだろうね絶対。だけど、まあ、こいつが成長して、なんか動画でなんか、俺は1年どころか、なんか5年か10年か、もしかしたら戻ってこんみたいな、俺見たけどな、あれ。はい、あれ見たけど、強い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 、見たもん、あれ。お前、2年か3年か5年か10年か、3年か5年ぐらいは行ってみたいよね、みたいな。でも、それもそれでありだと思う。で、俺はもちろん、もともとうちで働いてた子が、独立した子もいっぱいおって、大成功した人いっぱいおるけど、はい、その人たちに相談したのも、じゃあ、あいつを独立させることで戻って、ってこん可能性ってあるよねって、はい、そこは俺もお前に話したじゃん、はい、で俺はもうそれだったらそれでいいと思うんだ。でいい関係になっていけばいいと思うんだけど、はい、なんかバーみたいなその書く人って、会社働いた、辞めた、また求人で働いた、また辞めたって1010を繰り返してると思う、人生、はいはい、でもお前らって全員紹介じゃん、はい、みんな紹介で来てるってことは1が次2になって3になってって、で俺も43年間やって43年間の経験が全てじゃん、はいはい、うん、だけどそれ1010の人ってそういう書き方するのかなって思ったんだ。ここだけははっきり伝えておきたいなっていうのは、関係壊れてません、もちろん、はい、うん、でこいつにとってもプラス、こいつにとってもプラス、みんなにとって俺にとってもプラスかもしれない、こいつは甘えとる部分もあったから、だからまた龍神たちを頑張ってもらって、また俺も怒ったりね、いろんなこと言ったり、またこれアップデートの話でどうでしょうね、はい、来た時以上に現場きれいにしようっていうのは今年のテーマね、はい、ほうき持ってきてる、ほうき持ってきてます今やってる、早かった、今年のテーマはもう塗装の職人さんも、まあ、防水の職人さんもシールの職人さんももう職人全部、もうさらにさらにもっといい商品で、こいつも今年のテーマがあって、足場班もこう絶対的にそれやっていこうっていうのがいろいろあると思うんだけど、ちなみに何、じゃあお前の今年のテーマってあるの？今年のテーマですか、うん、僕の今年のテーマは従業員100人使うことっすね。尺長なんねえお前。お前よ、尺長なんねえ。コメント大丈夫だよ。バイーンだよ。だけどもう本当に15日だろ ?15 日まで ?15 日までですね。で、16日からです。16日から、はい、仕事決まった、仕事はまあ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 多分そろそろ決まるっすね。自分が頭でやるってなった時に、はい、モチベーションって上がったのか下がったのか、どっち、どっちなんすかね、どっちって、お前この間言っとんだよ、モチベーションめっちゃ上がった、違う、動画的にどういう、動画的なこと考えていい、もうそんな考えていい、動画的に、お前俺言っとったやねんか、まだ酒飲んだ時に言った時に言ってましたね、めっちゃモチベーション上がってきて、なんかいろいろ電話とか動いたっつって、俺それで俺ムカついたんだわ、はい、いやだってさ、って10人もあるでしょ、足場で下着までおるでしょ、で営業とのやり取りもあって、はい、より責任がある立場なのにね、一人になったら楽じゃん、俺明日会社辞めるからちょっと楽だもん。あ、だけど、ね、モチベーション上がったわけだよ、で動いてるわけだろ今、
まあ、ちょこちょこ動いてはいますね、やっぱり正月は。正月は俺めちゃめちゃ動いとったから、やっぱそういう時だからこそ正月、うん、まあまあ一応営業かけましたよ、ここに塗り替え道場、塗り替え道場は使わんっていうルールがあるな。はい、そうそう。だけど、まあもちろん、じゃあお互いに YouTube は出てくれる。まあそれに対してもコメント来とったわ、はい、そんな甘すぎるとか一緒に酒飲むとか甘すぎる、はい、違うのバカ。だからあんたダメなの。大変だから独立だから本当に独立するんでもいいやめり方してくるんだから、はい、だから助けてもらわんとやれない。自分一人の力でただの俺はエゴだと思うし、あ、人の力借りるで、はい、で貸すに値したらウィンウィンなら貸すわけじゃん、はい、お前でもそうじゃん、はい、多分貸すわけだ力、はい、でそれってじゃあ仕事だけじゃない、人生としてこいつの力になってあげたいなと思ったら貸すのに、はい、だから独立したら自分一人で生きなかったら全く別だと思う、はい、うん、独立しても人が助けてくれるっていうぐらいの人間関係があるなら独立しやよって思うし、まあそうですね、いいやめ方してないとだから損だよって、はい、またゼロからスタートだからね、はい、1で2に行くためにやっぱいいやめ方した方がいいよって言ってるのに、はい、バカみたいなやめ方です。そうだろ、聞こえますね、うるせえ。いいぞいいぞ。逆にじゃあお前はどうなの、何ですか、もうこいつがやっぱ抜けるっていうプレッシャーはで、その、まあ、こいつが抜ける前の時よりも上がったのか下がったのかって言ったら、モチベーションが、まあモチベーションまだでも上がったか下がったか言ってたぶんまだ平行なんですけど、うん、こいつがいなくなってどっちになるかはまだ分からない。もうこいつがやってる結局見積もりやら商談とか、そうですね、営業は、そうですね、お前がやるの、うん、緊張するやっぱ。緊張まではいかないですけど、嘘やろ、嘘やろ、この間見とったやろ、お客さんのところ今連れてってるんですよ。そこがじゃあお前仕事くれんさ、そんなの。もう相当俺もこの人は介護してからかな。そうかじゃあ、キュッキュでも緊張した、あの挨拶回りでいいだな。緊張、はい、緊張はしますけど、なんかでもやっぱり、うん、まだ一からじゃないですか、僕の場合は、うんうん、まあ、こいつは何回も会ってるじゃないですか、うん、真の挨拶、電話入れた、連絡入れてました、連絡は入れてます、連絡は電話入れてないです、電話入れてないですけど、電話で営業は最後に、一人ずつ抱負いとこうか、はい、今年のですか、うん、今年の抱負、まあ、僕はまあ本当につまらんことでボコボコにするんだ、はい、そこからオープニングにしたるんだ、バカやねん、よしこれ、うん、僕の今年の抱負は、うん、まあまあ酒もそうですけど、まあそれ以上に僕はまあちょっとまあ従業員をまあ失敗しつつ従業員ファミリーをちょっと10人ぐらい、うん、ファミリー10人ぐらい作れたらなと思う。10人でかかるとか調子乗るの絶対上手いいや、それはいかんすよこいつ、舐めてますよ、舐めてるから、だって夢希望ってあれじゃないですか、そうそうそう、夢ってもともと、うん、で 俺の実家のやつもめちゃくちゃ書かれたし、南原さんのやつもめちゃくちゃ書かれた、書かれたんすね、全然調子乗ってなくて、全然調子乗ってなくてガチガチだったんだからまあ、とりあえず、まあ、土台を作りたいですよね、一から。でもまずはそのやっぱ現場のレベルアップ、現場のレベルアップって何って、やっぱ掃除だな、まあ、まずそこ挨拶と、そこ徹底、ほんとそこで、そこ上げてほしい、それは俺の願い、うん、やっぱそれが一番強い、もう仕事はきちっとやっとんだもんね、うん、まあそこからかな、そうですね、まあまだ今年1年、まあ、いろいろ会社も成長していくと思うんで、またね、はい、こいつのそのねドキュメンタリー、ドキュメンタリーとか追いかけていくんで、はい、楽しみにしておいてください、はい、よろしくお願いします、お願いします、あと1個、あの求人道場今年どんだけいったか分からないけど、結構今ぶわー数字伸びてるんで400超えたかなぐらいのところまで来とると思うんで、最後500社まで無料で、もちろんこれもう多分最後まで無料にしようと思っとるんで、はい、ぜひ求人あの登録ね方をやってください。あともう外壁のマッチングか、外壁のマッチングを今制作してますんで、で50社50社50社だけ受け入れるサイトだけ立ち上げてるんで、外壁塗装の職業者とお客さんをつなぐサイトだよね、はい、を作ってますので、ぜひそっちの方登録もお願いします、お願いします、また見てね、また見て、あ、チャンネル登録してくれよ、伸びてますよ、伸びてますよ、本当に登録してください、ただ見るだけ、お願いします、お願いだよ、チャンしてってよ、チャンネル登録。
えー